おいもーあったよーあったよー。しかも忘れたの気づかれてたよ。お釣り取りに来た人だから取りに来るって思ったんだろう。俺の置いた場所じゃなくて、あの小窓の前のちょっとしたとこあるじゃん、さっきの書類書いたとことか、そこに置いてあって、そこの隅に置いてあってで入ってあコーヒーあるっつって、俺黙って持って帰ろうと思ったら、多分あの女の人、さっき俺に受け付けてくれた女の人は多分上がったのかな、おじちゃんになって、あ、すいません、さっきコーヒー忘れて、つって。そしたら、あの、申し送りしてくれてたっぽくて、あ、T だのって言われた。本当に申し訳ない。方々に迷惑かけて。ちょっと手洗って、これもう氷完全溶けてるから、これ、冷蔵庫で冷やしとく。俺、薄いコーヒー好きだから、後で飲む。もう T、完全に俺 T だで定着するな、あの岡本で。ティーダのパワー系で認知されるようになったね、マジで。まあ、セルフスタンドだからね。あんま店員さんに会うこともねえけどさ。うん、あ、地方のティーダおじさんですね、つって。お待ちしておりました、つって。でも今日はいいよ。多分脳に糖分が足りてないんだって。ドミノピザのさ、ドミノピザのあの、小冷蔵庫あるやん、小冷蔵庫。あの、小冷蔵庫の中に、ドクターペッパー並んでたら買うよね。ドクターペッパー、コーラだったら買わないもん。コーラだったら買わない。ちょい!ちょー!あ、うまっ!うまっ!俺はティーダだって。もう何やってもうまくいかねえ日。何やってもうまくいかない日な、今日な。ヒロタティーダコウキっつって。最後かもしれないだろっつって。本当に脳になんか異常をきたしてんのかもしれんな。散々やね。散々やね。確かに今さっきポケットに入れてたからな。アイスコーヒー持ってくのにもう手が開かなくてポケットに入れたから。ドクターペッパー。うますぎる。いや、ほんとね。いや、俺の場合、この炭酸飲料とかもうほんと飲まなくしてるから、まあ、全く飲まないわけじゃないけどね。ドクターペッパーうますぎる、マジで。ウィーウィーシーなんか、うん。なんか前さ、前、まあ、箱はこの L の箱なんだけど、直径ね、2センチぐらいちっちゃかったんだよな、この前、頼んだ時。え、マジでちっちゃくなったなと思って。そう、あれなのかな?生地伸ばす人のさじ加減?このね、まじスパイシーが一番うまいかんな?この手前。手前の、このスパイシーが、ドミノピザの中ではっていうか、結構、全部合わせ、まあ、全部合わせもっても、ピザハットとドミノピザしか俺選択肢ねえから。測んなくていいよ。今日はでけえもん。いや、なんか L の箱でさ、ちょっとさ、余白があったらなんかちょっと違和感気づくじゃん。マヨシアナじゃない、ちゃんとガーリックマスターになってる。マジでね、あの、ドミノはスパイシーが一番うまい、マジで。もっとさ、ハラペーニョなんちゃらとかに、名前がスパイシーだとさ、俺長年気づかなかったもん、ドミノで。ドミノってなんか、これっていうメニューがねえんだよな、つって。ピザハットの、あれみたいなさ。
あの、ピザハットの昔のアイダホーポテトな。今はもう名前変わっちゃったけど、昔のアイダホーポテトとか。うん。ああいう、看板メニューがない。あの、ピザーラのモントレーみたいな。マジで一番うまい。でもこれ、欲を出して倍盛りにすると、もう辛さで、もう辛さでもう味がわかんないぐらいハラペーノ乗ってくるから。スパイシーとかありますなの？上も下も汚染地帯やんって。この俺の手前にあんのがガーリックマスター。俺ガーリックマスターは食べた時あるかな。ちょっとカメラ。うまっ。うん、タバスコかこれ以上辛くしたら食えないよ。結構辛いぜ、うん、このスパイシーうまマヨネーズもじゃがいもも入ってるっつって、ガーリックマスターだってそのかたくなにマヨジャが頼ませようとしてたのはガーリックマスターの方。うん。いい線いってるけどちょっとスパイシーの敵じゃないかな。うん、いや俺だってそんなに辛いの得意じゃないから、こんだけのハラペーノ乗ってるとかけなくていいよ、十分辛いもん。っていうかガーリックマスターはチーズ増さない方がいいんじゃない、これチーズ増さない方がいいかもしんない、ガーリックマスターは。なんか普通のチーズピザになっちゃった。うまっ。なんか、もうあの、品物受け取った時に、もうすごくて匂いが。匂いがもうガーリック臭すごくて、あ、結構パンチ効いてんだなと思ったけど、味はね、もうチーズに結構、相殺されちゃってる感じがする。うん。めちゃくちゃ辛い。このハラペーノでカラッカラになった口を、あ、もう最高。辛みって痛覚だ、痛覚っていうじゃん。もう完全にその痛覚吹き飛ばしてくれるから、ドクターだよね。うん、ドクターの何恥じないというか。いや、解禁は。だって、家系週5で食っててさ、これで炭酸飲料まで解禁したらマジ終わるぜ。終わでしょ。うん。アドの塊。そのサイズだったら一度で全部食えるねって。っていうか、俺、最近、その、スパイシー、ハーフ&ハーフにしないで、
スパイシー1枚とかで頼むのよ。あの、たまにね、あの、ピザ食うときに。あの、俺、1枚丸々同じ味だと、結構、3ピースとか2ピースとか残して、次の日の朝に食うってことあるんだけど、食っちゃう。しかもその、スパイシーはよりなんかそのアメリカの、あの、マン VS フードみたいなノリあるじゃん、あのディスカバリーチャンネルのさ。うまっ。一気に喉の奥まで入れる感じ、イマラっぽくていいねっつって。このサラミがうまいんだな。うん。ドミノデラックスとか頼むときはさ、なんか別に、なんかパンチねえなと思ってたけど、これハラペーニョと組み合わさるとめちゃくちゃうまいんだな。この謎肉と謎のハンバーグっていうか謎肉とこのあれが、うん、いや俺ね、何気にドミノピザのパン、俺 さっきさ俺結構あのピザハットだとさ、ハンドトスでもパンピザでもどっちでもいい派なんだけど、さっき注文するときにさ、ドミノのパンピザに強いこだわりあったでしょ。ドミノのパンピザうめえのよ、カリッとしてて軽くて、あのね、いやピザハットのパンピザもめっちゃうまいんだ、めちゃくちゃ油練り込んであるから。でもね、ちょっと重い、だからハンドトスの方がいいなっていう時もある、体調によっては。で、ドミノのパンピザは、パンピザはっていうか、チーズ増量すると、これがもう最高なのよ。ドミノのチーズ増量の、もうこれが食いたくてやんだよ。パンピザプラスチーズ増量のコンボ。もうここがうめえのよ。ピザーラもあることはあるんだけどな、やっぱ立地がな。うん、1枚2240円か。40になって食べるの遅くなってきたね。全盛期知ってるうちから見ると、今はスローモーション見てるみたいだよって。あのね、もちろんその年齢もあるんだけど、単純に辛い。単純に辛いから、あのそんなにバクバクはいけねえわ。パンピザが分からないけど、柔らかい生地でお願いしますって店員に注文した。その生地はいつもよりうまいと感じた。あれ何だったんだろうって。いや、そんなないでしょ。ハンドトーストとパンピザの中間みたいなのさじ加減、だから前は俺ドミノってピザハットに比べるとちょっといっワンランク落ちるなとずっと思ってたけど、このスパイシーと出会ってからなんだよな。ただこの前ほんとそのスパイシーの倍盛りにしたら絶対うまいだろうと思って倍盛りにして L 頼んだら、なんか一回りちっちゃくて、しかもハラペーノをほんと致死量みたいなハラペーノ乗せやがって、次の日ほんとに地獄だったんだ。それからしばらく行ってなかったんだけど、うん、やっぱりジャスティスだね。スパイシーのチーズ増しパンピザ、ジャスティス。ドクターペッパーの横の CD はあの入場特典、入場特典というか、あのイベントとかであのミックス CD 配ったりするから、その主催者の人がね、それ
もっとドクペ飲んでって。ちょうど昨日あなたが YouTube でピザ苦しそうに食べきる過去回見てましたって。ドミノでしょ？あれはね、ブルーチーズだと思います。やっぱね、俺ブルーチーズはね、得意じゃねえんだわな。熱したブルーチーズはそんなに臭みとかがないから、食べれるって思ってたんだけど、多分やっぱ苦手なんだと思うよ、体が。ブルーチーズ。うん。オードブルみたいなのだと食えないし、うん、もうほんと唯一ぐらいじゃない？食えない食い物。あとはサザエの肝と、だって得意じゃないけど食えないっていうのないもんな。別にそのアレルギーが出てとかそういうのは基本的にないから。だってリッツパーティーみたいなので、いや、ピータンも食えるようになったのよ。ピータンはむしろうまい。マーラーやっこのさ、冷ややっこの上にさ、ピータンとネギとか刻んで、香味野菜刻んで、マーラーで味付けしてあるやつあるじゃん、ホアジャオと。ピータンはうまいよ。だって、ピータンだけ食わないって。キュウリとか刻んだやつの、と一緒に食べるピータンすげえうまいから。田舎村の ピータンはまだ食べたことない、うん、なんつったらいいのかな、その鶏卵のゆで卵よりもちょっともっとなんかねっとりしてて濃厚な感じだから、今は本当にブルーチーズが一番きついかな、うん、だってあれ、ちょっと途中で具合悪くなってるんですよ、ピザ食べてるとき。もうこのぐらい食った段階で、あ、やばいかもってピザっていうのは、どうしたってこのぐらいの段階になってくるとさ、チーズが冷めてくるじゃん。だ冷たくはならないけどさ、ブルーチーズの臭み出てきてて、ピータン弁当はないよね。ちょっと付け合わせでもねえか、さすがに。いやだってあれ、おっさん、まあ好きな人もいるからね。好きな人もいるから、なんとまあ。だから海外の人から言ったら納豆みたいなもんなんだろうな。うん、ブルーチーズって。まあチーズ自体が発酵食品だけど。だって、めちゃくちゃ美味しくはないやん。でもそれって、もうほんとその主観の問題だから、平行線をたどんだよな。ブルーチーズめちゃくちゃうまいじゃんって人もいるわけで。まずめっちゃ苦いでしょ。めっちゃ苦いじゃん、なんかブルーチーズって。で、もうくせえし、で、あと、えぐみずっと口の中に残んない？カイコより、俺、虫より、えぐみ強いと思うよ、ブルーチーズの。って言うんだよね。言うんだよね、ブルーチーズ。いや、俺ほら、だからリゾットとか、温めると、臭みが飛ぶから、まだ食えるかなと思うのに、いやいやいや、ブルーチーズはそのまま食うのがうめえんじゃん、みたいな。だって、その常温のままで食うチーズで一番うまいのキリだけど。ねえ、熱入れて、とろけさすとかじゃない状態で、常温で食うとき、食って一番うまいチーズって、キリのクリームチーズだけど。ブルーピリオドは青春の苦さを表現してるけど、つって。あ、参拝？どこって。
ブルーピリオドのアニメ制作会社発表されましたっつって見て、ウィットかな、まあマッパもあるなっつって見たら、もうどこってどこっていう会社、あの上中の上中の監督だからブルーピリオド絶対面白いっしょ。だって買ったらそこそこの食材でしょ、ブルーチーズって1000円弱ぐらいするよね。まあ、それ量にもよるだろうけどさ、結構いいお値段するよね。上地は好きだけど、何も上地の監督じゃなくてもいいじゃん、ブルーピリオドなんて。共通点ある、上地とブルーピリオド。マジか、アニメ制作会社ガチャ外すなんてことあんだ。だって作るとこは作ったら絶対流行るでしょ、ブルーピリオド。意外と俺だけだったりするのかな。株式会社セブンアークスは TBS ホールディングス傘下の日本アニメ制作会社。ナノハとか、ナノハとかっつっても最近のナノハでしょ、うん、制作者の代表作リリカルナノハだったんです。監督はだから外から上中の監督連れてきてるから。東京バビロン公式への服装をどっかからかパクった絵にし制作中止って。いやさ、そこクランプで頼まな、クランプに頼まないで何してんのっていう話。そこクランプに頼めよ。でもさ、正直俺はその判断はもうつかないね。何がパクリで何がインスパイアなのかみたいなのはもう分かんなくなってる。あのガクトのさ、やつ、ガクトのなんかブランドもなんか問題あったでしょ、うん、どっかのなんか服パクってるみたいな、うん、だってチェーンソーマンのさ、チェーンソーマンはの引用元みたいな動画見たの。チェーンソーマン、まあ、なんとなく二瓶勤からの影響は感じてたけど、構図とかまんまなのね。その引用元から。俺たちは雰囲気でジローインスパイア食べてるって。そう、だからジローインスパイアだって、まあ、なんかジローっていう名前使っちゃうとダメみたいな。だからなぁ。でも、チェーンソーマンは、引用なんでしょ、あれは。やっぱ、その、何から持ってくるかとかなのかな。その何からか持ってきてる元ネタがセンス良かったら、リスペクトあっからって。たつきよ。いや、便利な、まあ、もうね、SNS とか、とインターネットはここまで発達すると、ゼロから何かを生み出すって無理だと思うんだよ。誰かしらなんかやってるからさ。公式ツイートが、クランプ先生って、スペルミスした時点でもう、ダメだなってなった。もうこのアパパってなった。だ二兵つとむな、二兵つとむで、多分、その、なんだっけ。バンドデシネとか。あと、ちょっとガロっぽいとこもあるよね。二兵つとむって。なんか、あったと思うよ。多分、俺、家行った時に。うん、ガロ系のなんかあったと思うよ。白戸三平とか通ってそう、なんか。
パクリ元が何も言わなきゃいいって感じなんじゃない？だってあのチェーンソーマンなんかは思いっきりパクられてるパクリ元の人が、たつき先生は天才ですみたいな、それ奥入ってくから、たつき先生の元にこれから下手したら数十億入ってくるから。うん、たつき先生はその言及してるからなのかな、自虐みたいにも言うもんね、自分パクリだみたいな。読者が、あ、これ、〇〇からの引用だな、日夜できるなら、OK なんちゃうって。なるほどな。クランプの服装の場合は、わかんねえもんね。だから、要はその、パクリ元を、がわかりようないからか、同じ漫画から、同じジャンルからだと気づく人は気づくからいいのか？ルロケンもな、もろにだってあの、格ゲーから引用してたもんね。なんでも。あの、あいついるじゃん。絵西の手下にさ、絵西の手下にあいついるしじゃん。か月。天草降臨のか月いるからね。思いっくそか月パクってる。自虐という体の予防線ですげえ悪質だと思う。なんか売れたら正義みたいな違えと思うんだよな。いや、チェーンソーマン、ごめんね。チェーンソーマンも好きだけど、だって全く構図一緒なんだぞ。引用元の特定が困難なロリキャラも。まあ、ベノムもいたし、あいつもいたじゃん。X-Men vs. ストリートファイターのラスボスは？あれ誰だっけ？あれサノスじゃないよね。サノスはマブカプのラスボス？ギャラクタスはマブカプ3だし。カゲツもいるし、バレットもいるし、あの、X-Men vs. アポカリプスもいるよね。アベンジャーズやん。アベンジャーズやん、今度の映画でやる、エリシ編。まあ、呪術もそうだよな。まあ、大きなテーマっていうか、まあ、キャラクターの配置とかももろにナルトだし。ゴーハンズは毎回パクリ騒動を起こしてるから、そういう会社？あ、その、東京バビロンの会社？そう、アン、だから、アンのなんかまさにじゃないよ。アンの前にいる。カートコバ。だから、先人よりも、先人のなんかその、なん手柄っていうかさ、作り上げたシステムみたいなのをシーフして、その先人たちよりも売れちゃったジレンマみたいなやっぱあるんじゃない？カートコバーンも多分それで悩んでね、自殺しちゃったんだろうし、あんのももうちょいとこまで行ったんだべ。ブロケンアベンジャーズでもちゃんと面白そうなんだよな、ルロケンの実写のやつ。ちゃんと面白そうなのやばいよね。だって絵にしげなんて全然面白くねえからね。まだあの階層の部分、剣心の階層の部分メインでやるならいいけど、あれ終わらせんだべ、絵にしの。絵にしの話最後まで終わらせんだべ。さすがに前編後編でも無理じゃない？もうな、だから、その、十本刀だって、まあ、何かしらの引用なんだとは思うけど、そのキャラの立ち方が違うもんな。NC 一派と、獅子王一派では。
いや、だから、ファブルしかり、ロケンしかり、日本のアクション映画は多分、相当いい線来てると思うよ。その予算の割にってことね。だから、ロケンなんか多分、鬼滅実写化の、めちゃくちゃ有料なビジネスモデルになると思うんだよね。富岡義勇で出そう、たけるくん。佐藤健、富岡義勇で出そうだしな。うち、破軍の富士と戦うやつめっちゃ好きっつって。あれ？実写であったよね？実写であったよ。俺実写版ちゃんと見たのにそこ全然覚えてねえわ。だから、はよ見せろや、ファブル2。少なくともエヴァンゲリ、新エヴァンゲリオンよりは 100% 上行くから、ファブル2。原作で一番面白いとこだし。見たし、見たし、泣いたしね。K1 で俺泣いちゃった、いい大人が。だって漫画みたいなんだもん、本当に。あんな漫画みたいなことある？いや、京太郎の試合も見たけど、京太郎の試合じゃなくて、小沢海人の試合、小沢海人の試合、一個前のシュート。江川くんが負けた試合じゃなくて、タケルだよ。多分6月か。まあ。劇場で見るね、ファブルは。パンフレットが欲しいから。うまかったー。ちなみに、食いかけのベビースターラーメンもあっから。で、何がいいって、ドクターペッパーとタバコ。そりゃうまいに決まってるじゃん。炭酸飲料とさ、タバコ合うに決まってんじゃん。クーラーつけてないよ。でもパーリー、キンキャでもパーリー、行かなきゃパーリー、キンキャでもパーリー、キンキャでもパーリー、キンキャでも、キンキャでもパーリー、キンキャでもパーリー、行かなきゃパーリー、キンキャでもパーリー、キンキャでもパーリー、パーリーパーリーパーリー。